こんにちは、レイセンです。今日は11月10日水曜日になります。実験生活1305日目、不老不死週 3,4 絶食10日目と大体小食粗食とドリンクで生活実験31日目です。天気は晴れ、現在時刻は午前11時8分ですね。まあ大体なんでね、昨日は小食とはとてもじゃないけど言えなかったけど、で今日は甘栗とマクロビアビスケット、人参ジュースですね。あとまあなんかちょっと甘いもん、もしかしたらね、ふーちゃんとかね、ふがしのふーちゃんとか買ってくるかもしれないけど、まあこの辺でやっていきます。質素にね、超質素にね、うん、まあ、トヤミックスと水はいつも通り取るけど、うん、作るけど、で明日明後日は絶食です。22絶食なんでね。で水は神社の井戸水のところかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。有機豆乳を300、ちょっと早めに出かけないと12時にイベントあるんでね、間に合うかな。でこれ1を200、まあ間に合わなくても最悪そうどうっていうこともないんだけど、うん、できたら間に合わせたいっていうところですね。であと水、これ神社の井戸水を300、うん、やっぱ味は神社の井戸水の方が美味しいな、うん、長野の麺水よりもね、うん、こんだけですね。したら、まあ、すぐ、ね、買い出し行っていきます。なんとか間に合った昼まで買ったもの、まずこれ、輸入者 J ファームさん、大阪ですね。有機むき栗 225g、 うん、有機栽培使用。これ400円、ちょっとね、420円だったかな割と高いんだけどさ。これと有機豆乳補充1本と、あとみかんですね。まあお勤め品ではあるんだけど、これいつも300円で売ってるやつと同じだから、まあ、実際値段そん安くなってないっていうかあんまお得感ないんだけど。でマクロビハ、あとこれスタイルワンですね。スタイルワンのむき甘栗ですね。これ有機栽培ってやつ。これまあ品質あんま良くなかったんだけど、前食べたと、うん、195g で300円ですね。これ輸入者稲葉ピーナッツさん、岐阜県、うん、まあ久しぶりにもう一回ちょっとね食べてみようと思うんで。で大爆笑、これが一番いい、一番美味しいね。これ値段はまあまあ高いけど、 240g で550円ぐらいなんで、ね、であと人参ジュースですね。まあこんだけです。したら、あ、まだあるわ。あと大豆、そのまま豆腐、これ前買ったね、前試してるね、まあ半額だったもんね買ってきたんだけど、まあ、まずこれですね。これと、あとまあ、甘栗ですね。甘栗順番に食べていって、で、人参ジュースも、まあ今日1本飲んじゃえて。で、みかんは、とりあえず神棚にお供えしてから取るって形ですね。これもまあ、どっかでマクロビハも食べていきます。結局、ふーちゃんは買わなかったですね。したら、取っていきます。これは、すき焼きのタレですね。と、あと、玉ねぎポン酢。これね、これで、食べていきます。次入れていきます。神社の井戸水を300、今ちょっと寝ちゃった。
1時間半ぐらいイベント中だったのに寝ちゃったな。明日から撮っていきます。お腹空いてきたんでみかん小極小だね、極小5個ですねもう小さすぎるって感じ、うん、したら取っていきます。ちょっとお腹空いたんでみかんですね、極小10個こんだけ食べていきます、うん、今食べないともうね2日間絶食入っちゃうんでね、そしたら取ってきます。今10時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、74.5 ですね。血圧120/80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間5時間半ほどとっています。午後2時から3時までの1時間と午後10時から11時半までの1時間半と翌日午前2時から4時までの2時間と6時半から7時半までの1時間、合わせて5時間半ですね。ちょこ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 と寝ちゃってた、短い時間スパンでね。でジョギングは今日もなし、ウエイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前11時ごろ計測で22度、湿度は 32% でした。飲んだもの有機豆乳今日は300、あとコレイチが200で、人参ジュースが720ミリで、水は神社の井戸水で600です。合計が 1820ミリリットル、 水600のため実質は 1220ミリ になります。うん、まあいつも通りですね。でこれプラス固形物、今日は大豆そのまま豆腐、これ 240g、 あとスタイル1のむき甘栗、これ 195g、 で天津むき甘栗 225g、 マクロビハービスケット 100g で、みかんが極小15個ってところです。みかんはちょっと食べ過ぎたな、微妙に気持ちが悪いんだけど、うん、で漢方なし、香辛料等もなしです。尿回数が8回出てて、濃さ薄め、かなり薄め、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならは時々ありで、匂いはなしから少し臭いってところです。最初の方で出たおならが少し臭かった、まあ途中からはなんか匂い出なくなったっていうか、まあ鼻までは上がってこなかったってところですね。多分やっぱ昨日の炉端漬けかな、あれの影響が少し残ってたもんで、まあ臭いおならが最初ちょっと出たっていう、そんなところじゃないかなと思ってます。うん、ただ、ね、全体的に、まあ、時々だね、時々何回かね、それなりの体積のおならが出てるんですね今日は。で今日の計測時刻午前10時頃です。昨日と同じ時間に測っています。体重 64.20kg、 昨日に比べて 0.05kg の増加です。なんでまあそんなには変わってないですね体重。 BMI 20.3 でプラス 0.1、 体脂肪率は 16.6% で 0.2% の増加です。まあ、BMI に関してはちょうどまあ切り替わりっていうかな、 0.1 上がり下がりのちょうど切り替わりのところギリギリだったってところですね。体重体脂肪率ともにそんなに変わってないですね。血圧120/80、最高血圧プラス7、最低血圧マイナス1なんで血圧が高くなってる。なんだろうな。
脈拍76でプラス4、ウエスト 74.5 センチで1センチの増加です。で今日の気づきで、ちょっと血圧に関してはね、今朝風呂を湯船に使ってたんで割と長めにね、まあその影響があるかもしれないですね。で風呂から上がって神棚やって、で10分ぐらい、10時10分前ぐらいだったんでね、こっちに部屋に入ってきた時の時間がね、風呂から上がってからそんなに経ってないんだよね。でいつもはシャワーなんだけど、今日は湯船浴槽にお湯が溜まってたもんで、なのでまあ湯船に浸かったんだよ。でお湯もちょっと足してるんで、まあぬるかったから、うん、なので湯船に浸かったのがまあ影響してる可能性はありますね、この血圧の高さ。もしかしたらね、その割には脈拍がそんな高くないんだけどさ。でウエストが1センチまあ大きいのは、まあ、間違いなくみかんだな、あれ。みかん15個朝食べてる。まあ特に10個は8時15分頃食べてるんでね、これで間違いないでしょっていう。あと水も計測の直前に水も少し飲んでるんで、100ミリぐらいかな、飲んでるんで、まあ、それももしかしたら影響してるかなっていうところですね。で今日は気づきっていう、まあ気づき、まず大豆そのまま豆腐ですね。あれ久しぶりに食べたけど、前食べたよね、あれね。味そんな別に何も思わんかったね前食べた時結構美味しいと思ったんだけど、特に何も感じなかった、なんか味気ない感じだったね。これ買うんだったらやっぱり厚揚げですね、五目厚揚げ、五目生揚げか、あとこの間の厚揚げですね、木の厚揚げ、まあ、どっちか買った方がいいなって思った、まあ、正直ね、なんか味気なかったっす。でむき甘栗今日3種類ですね、3種類取ってみたんだけど、あれ書いてねえな、ちょっと待ってよ、言い忘れとったけど、大爆笑も今日 240g 取ってますね、今日3種類甘栗取ってます。スタイル1のむき甘栗と、あとどこの会社だったっけ、天津むき甘栗ってやつと、あとボークスってところが販売してる大爆笑ですね、まあいつもは食べてたやつ3種類取ってみたんだけど、まあ結論から言うとね、もう大爆笑一択だな、あれ一強って感じだね買うんならもう大爆笑だけだな、でね、スタイル1のむき甘栗はね一番なんか味が悪かったね、品質が悪かったっていうのかな、あんま良くなかったね、なんか美味しくないんだよ、なんだろうな、土かな、土が悪いのか、あれ一応有機って書いてあったんだけど、もしかしたらなんか農薬使ってるかもしれないですね。とにかく味が悪かったね。まあ値段安いんだけどさ、195g で300円だから、まあそれにしてもなって感じだったね。もう買わないかな、さすがに。で、あとあの天津むき甘栗ってやつ、あれ初めて、まあ、買ってみたんだけど、あれで450円だったっけ、なんかそのぐらいなんだよ。まあまあ高いんだけどさ。あれはね、そのスタイル1のむき甘栗よりは品質が良かったんだよね。で、全部剥いてあるもんで食べやすいんだわ。なんだけどね、あれ食べてからね、ちょっとなんか気持ち悪さ出たんだよね。なんか良くないかもしれないですね。品質はね、あんまり悪い感じじゃなかった。味も結構美味しくって、で身もしっかりしてていいじゃんと思ったんだけど、なんかね、最後の方、後半からと食べ終えてからかな、ちょっとなんか気持ち悪さ出たんでね、まああれが原因かどうかも分かんないんだけどさ、甘栗の食べ過ぎっていう可能性もあるけどさ、まあちょっと何とも言えないとこですね。まあ今後買うかって言われたら、まあ買うことはあんまりないみたいなとこですね。まあたまにちょっと買ってみてもいいかなと思ってます。試しにね、また気持ち悪さが出るのかどうかっていうのをちょっと調べたいっていう、まあそういう感じで。だけど、やっぱね、食べるんだったらあの大爆笑だね。ボークスの大爆笑。サンフーズってところが製造してるやつですね。あの有機甘栗大爆笑ってやつだね。あれ一択だね。もう買うならあれが一番いい。味がね、
味とかまあ品質だわな、なんか全然違うんだよ。はあ、全然違う。やっぱり、栗は殻の中に入ってないとあかんなと思ったけど、殻に入ってるやつでもこの間のね、天津甘栗美味しくなかったし。ってことは、あれは土がいいのか、作り方がいいのか、うん、農薬とかあんまり使ってなく、丁寧にね、作ってるって可能性もあるし、まあ産地の問題かもしれないですけどね。蚊がね、いっぱい蚊いるんだよ、部屋に。夜中とかもブスブス刺されたよね。でね、やっぱ固形物をたくさん取った日の翌日とか当日の夜だね。まあね、蚊にいっぱい刺されるんだわ。なんか絶食してるとね、刺されないんだよ。刺されなくなる。絶食の2日目とかはね、あんま蚊に刺されないんだよね。寄っては来るんだけど、なんか刺さずに行っちゃうんだよね。まあ刺す時もあるけど。やっぱ全然違うんだよな、体がやっぱり固形物たくさん取って弱ると蚊が刺しに来るみたいな、あるいはなんかそういう出てるんだろうな、匂い的なものがな。なぜかね、なぜか絶食すると刺さないんだよ。蚊が刺しに来ないっていうね、面白いねこれね。まあ、そんな感じで、私はあの、蚊も殺さないんでね。蚊も殺さないし、あと、蜘蛛も殺さないんでね。蜘蛛いるんだけどさ。蜘蛛の巣張ってさ、まあ、飼ってるみたいな感じでね。ずっといるんだけどさ。殺さないんでね。蜘蛛の巣もなるべく壊さないようにしてるし。まあ、そんな感じです。虫は基本殺さない。うっかりね、うっかりやっちゃうみたいなのがあるけどね、なんかうっかり触ったらなんか蚊潰しちゃったみたいなのもあるけどね、たまにね、まあそんなところです。あの大爆笑がやっぱり美味しい、やっぱあれ一番いいね。体に入れた時の感じもいいし、味もうまいし、値段はまあ高めだけど、まああれなら満足ってとこですね、あれはね、食べた後気持ち悪さ出ないんだわ。最初スタイル1の甘栗食べた時、ああ、なんか味がやっぱ変な味するな、みたいな感じだったんだよね。その後に、あの、有機甘栗ね、食べて、そこからちょっと気持ち悪さが出て、ああ、これ甘栗の食べ過ぎかな、それともこの甘栗がいかんのかな、ちょっとわかんなかった。で、そこからさらに大爆笑を食べたら、大爆笑以降は気持ち悪さが出なかったんだよ。ってことは、甘栗をたくさん食べたから、まあ気持ち悪さが出たってわけではないかもしれないんだよね。となると、あの天津甘栗だね。あれがやっぱ良くないのかな。なんか農薬、一応有機って書いてあったけど、なんか農薬使ってる可能性がありますね。わかんないけどね。なんで、その、有機農法の基準に適した農薬を使ってるとか、あるいは、なんか抜け穴みたいな、抜け穴みたいな農薬使ってるとか、法的になんかちょっとグレーゾーンみたいな農薬さ、使ってるみたいな、あるいは有機じゃないのに有機って言っちゃってるみたいな、なんかあるんだろうな、とにかく気持ち悪さが出たってとこです。そんだけだな。みかんはね、あれあんま美味しくなかったね。お勤め品で安くなってたんだけど美味しくなかった、もう買わないって感じでしたね。まあそんだけですね、今後ちょっと、まあ甘栗だけだとちょっとしんどいかなと思うんで、お腹が空いてきちゃうんだよね、後で。で、まあ人参ジュースとマクロビアビスケットと甘栗、大爆笑ですね、大爆笑と、あとまあ高野豆腐あたりですねは買っといた方がいいかなと思ったってとこです。高野豆腐、味付けいなりですね、あとまあ厚揚げ、まあこの辺も一応必要かな、まだね、まだ必要かなってとこです。まあ、体の調子はいいし、精神の状態もいいんだけど、やっぱ性欲だな、性欲がね結構強く出るね、なんか最近。まあ人参ジュースだと思うけどな、まあしょうがないってとこです。で、明日は絶食の日なんで、食べる日2日やったんで、で絶食2日やっていきます。なのでトヤミックスを、まあ、3杯ですね、これ1トヤ3杯、まあ一応これ1の予定だけど、もしかしたらグリーントヤも作るかもしれないですけどね。トヤミックス3杯と、あと水はメープルレモン水ですね、
これはまあ 2,3 倍でやる予定です。使うのは神社の井戸水ですね。やっぱね、雨降った後の井戸水はいまいちだな、なんか味がいまいちだね、そんな感じです、で明日ね、あのパブジでいいのかなPUBG の新作が出るんだよね。ニューステイトだったかな、ちょっと近未来的な建物とかね、車とかが出てくる、まあ、あのバトルロワイヤルのゲームだね。あれ1時かな、1時にリリースだと思うんで、まあ、出たらちょっとやってみようかなと思ってます。あとラグナドールもまあね、いつも通りやるけど、あと17日にファイナルファンタジー出るよね、ねFF のバトルロワイヤルっていうかな、あれは人気出そうだねまあ端末が対応してたらねやるけど、対応してなかったらまあなしですね。 iPad の方はもうあかんねえ、いろいろ試したけど復活しないな、タッチパネルがやっぱ反応しない。一応冷たくね、冷やしたらね、あのアイス飲んでね冷やしたらまだタッチの反応するようになるんだけどさ、冷やさないともう全然動かんね、あれだね。 CPU がもうおかしくなっちゃったんだなと思っています。ああいう CPU って冷やすと処理能力上がるじゃんな、で熱持つと落ちるよね、処理能力ね、で冷やすと使えるようになるってことはやっぱ CPU の問題だろうって思うんで、Android がね結構対応してませんでやれないことが多いと言わないけど割とあるって感じですね。最新の Android 10 なんだけど、端末の種類の問題かもしれないですね。なんか同じ Android 10 でもやれてる人とやれてない人がいるみたいなんで、なんかあるな、あれ規格が統一されてないのかな、そんなところ、そんだけかな、今日のね顔、さっき鏡見たらね割と良かったんだよ、風呂上がりの顔はね。だけどね、風呂に入る前の顔はねあんま良くなかったんだよね、あんまいい顔じゃなかったんだよ、あの甘栗が多分ね原因じゃないかなと思ってます、スタイル1とあの天津甘栗、あの2種類だね、あれがね体に負担になってて、多分あれ毒性っていうか農薬みたいなものがなんかあるな、なんか農薬っぽい化学物質的なもの成分が入り込んでんじゃないかなって思う。でそれがまあ体の、ね、中に入って負担となってちょっと老化するみたいな、そんな感じに思えたってとこですね。でも顔の状態が良くなかったんだけど、風呂上がりね割となんかいいなと思った、なんかこの目の下とかもねちょっとなんか張りがあってさ、シワがなんかね分からなくなってたんだよ、あれと思ったね、あいいじゃんと思ったまあそんな感じです、そんだけかな、そしたら実験生活1305日目完了です。それではまた明日。